今日天気良くなるんですかね。なると思います。まあ曇り空の似合うねロンドンっていう感じですけれども、なんか何も考えないで始めちゃったんで申し訳ありません。いつも通りじゃないですか。ごめんなさい、邪魔した。サクトモチャンネルです。ですね、今日はピカデリーサーカスにね来てるんですよね、はい、久しぶりにちょっとロンドン中心地の街並みに行くかということで、ちょっと繁華街をちょっと撮ろうかなと思ったんですけれども、ちょっとね喉潤しがしたいんですが、もう朝ですよ今。もうってそのびっくりするかもしれなくていい、まあ、とりあえずね今朝の9時半、はい、ちょっと、まあ、ビールを飲む気はいかないんでちょっとねお水を買いたいんですよ、はい、ということで今日ちょっとピカデリーサーカスのすぐそばにあります、こんな中心地に結構大きなさあのスーパーがあるのね、うん、そのテスコにちょっとお水を買いに行きたいと思います。お水を買うかい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、教えて佐久間さん。なんかさ小腹も空いちゃったんで、うん、チョコレート買っていい？ヌテラのチョコレートこれなんだろう。あでもさせっかくだからさ、お腹が空いてるんですか？うん、なんかね甘いものが食べたいんだよね。甘いもの。トモさん好きなものある？あやっぱりさキャドバリーかな。このねお腹空いてる時はこのバーが結構美味しいんですよ。あそうこういうね、うん、あのあれだよねあのシリアルバーみたいな、ね、シリアルバーみたいな、ねうん、これイギリス多いよね、うん、これバラマキ用のお土産にもいいんじゃない。あそうです ね, ね結構常に持ち歩いてるこれ。ハッカハッカのこの飴ね安い上にね結構入ってる。うん、うん、じゃあ1個買って。え舐めたい？うん、いやいいよ。本当はすごいねこれ、キットカットのこれチャンキーバー2つ入ってるってやつだ。うん、重要になってます。うん、これ何これ。ヘーゼルナッツクリーム、これ美味しそうだね。でもね俺はねあえてね邪道な繊維っていい、これ結構好きなんだよねこれ。これ食べたことある、うんうんうん、これ美味しいよね、うん、パフパフしててパフパフ。ホワイトチョコもあるからこれにしようかな。これでちょっと、あこれ2個入ってる、入ってるから1個あげるの。でちょっとお水、ここのさテスコすごく大きくって、うん、駅のすぐそばにしてはさあのすごい便利なところにあるんで、うん、あらお水でっかいのしか売ってない、ちっちゃいないの。確かにエクスプレスにしてはねえ大きいですね。エビアンしかないサイズ的に、うん、でね、うん、あのスーパーに来たらぜひ例えばロンドンって物価高いじゃないですか、うん、そこで安くランチを済ましたいというときは実はですねこれ見てください。ミールディールですね。当たり。サンドイッチとかラップ、こういったものがこういうミールディールメインって書いてあるのがありますよね、うん、これ通常で買ったらこれ1個だけでもラップいくら3ポンドか3ポンドレギュラープレイスプライスこれは4ポンド高いね。サンドイッチだけでも、うん、ミールディールは4ポンドですよ。あミールディールが4ポンドか、こっちを買う場合はね、うん、あそういうことか、うん、で通常で買ったら 2.75 かな。あ 2.75 か 2.75 そうですね。そうだね、うん、じゃあ例えばこれチーズ&ピクルスっていうこのサンドイッチを 2.75 で1個買うよりも、うん、これと一緒に飲み物、うん、お水とかちょっとしたジュース、それと、これ書いてあるね。あ、ここに書いてある、うん、メインとスナックとドリンク、うん、これはあのあれだね、ちょっとサラダっぽいパックとフルーツ、うん、あとはこっちサンドイッチとクリスプス、うん、ポテトチップスとドリンクを買うと3ポンド65で買えちゃう、うん、単純に計算してもこれも2ポンド70でしょ、はい、お水だったとしても1ポンドぐらいしますよね、うん、そこの段階で3ポンド75でさらにクリスプス買ったら1ポンド20ぐらいするから、うん、まあ、5ポンドぐらいしちゃうものを3ポンド60で買えるというね、こういうセットをスーパーで結構やってるんですよ、うん、
結構さ、オフィスの人とかもそれ使って買ってるよね。そうですね、うん、でもあれですね、観光で来てたらもしかしたらクラブカードは作れないかもしれないので、これそうか、こっちになっちゃうかな。あ、そうかそうか、うん、あ、これは素晴らしい、はい、よく気がついたね、はい、そう、まあ、僕たちね、クラブカード持ってるんで、ピッとバーコードを当てるとこのプライスになりますよ。皆さんでも4ポンドになるってことか、うん、ね、普通に買っても、はい、でもそれ得だよね。そうですね、一つずつ計算するよりは。お寿司もできるらしいよちょっとまあおすすめあんまりしないけどでもほら、このバケットでもいけんだ、すごいじゃない。これでさ、うん、チップスとドリンク買って4ポンドだったら得だよね、うんうん、結構さ、スーパーから出てくるさ、お客さんでさ、サラリーマン風の人たちがさ、サンドイッチとさ、クリスプスとさ、ドリンク持って歩いてる人多いよね、うんうんうん、ミールディール、そう、ミールディール使ってるんですよね。じゃあちょっとお水これしかない、エビアンでいいかな、うん、1ポンド10、うんうん、ここに書いてありますね、ミールディールドリンク、あ、そうね、うん、4ポンドで買えるんだ、うん、3ポンド65はクラブカード持ってる人しか使えないんだね、うん、じゃあこれで、あとなんかさ、あ、ちょっと待ってて、ちょっとあれ買っていいですか、ピーカンナッツ美味しくない？ピーカンナッツ美味しいですよね。美味しいよね。これちょっと1個買っちゃおうかな。くるみとの違いがいまいちまだ分かってないですそうだよね、くるみみたいですよね、うん、で、なんかさ、アップルみたいに入ってないこれ。そう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 、メイプルか、うん、じゃあこれちょっと買う感じでいいですかね。はい、ここすごいよね、こういう自分でこうよそって、うん、好きなもの一つのパックの大きさで値段が決まる、詰められるだけ詰めろって、ね、そうそうそう、目方でドンよ、あ、目方でドンって知らないですよ、目方でドンこれちょっと子供の頃見たテレビご存知の方、生まれてないですよ出た、生まれてない生まれてるかもしれないけどじゃあこれをちょっとレジの、あ、せっかくなので、うん、レジの会計の仕方ってちょっと不安な方いるかもしれない。今セルフレジがほとんどじゃないですか、はい、じゃあセルフレジでやってみましょうか、はい、あら、どっちから入ってくるんでしょう、こっちから入る、すごいね、大売りだしよ、こういうの危ないよね、レジ行く間につまんじゃい、取っちゃいそうだもんね。それが狙いですよ。これ狙いだよね。ライスクラッカー。本当だ。さあ、レジは、ものによっては空いていないのありますが、うん、ここ、まあ今、もう基本的にカードオンリーですね。はい、じゃあここで、まずテスコの場合、スタートをします。で、商品のバーコードを読み込ませます。そしたら、これ紙どっちだ、こっちかな、うん、バーキングエール、うん、重さで、こっちかな、こっちかな、これで行ってみようか、うん、重さでね、うん、あ、大丈夫ですね、うん、この上に置くバッキングエリア、これで重さで確認するんですね、はい、来ました。で、パンはバーコードついてなかったんで、うん、これでいいかな、パウンドアイテム、はい、あ、ベーカリー、ピーカンナッツあるかな、ここにはない、あった、これだ、うん、こうやって写真が出てるんで、うん、これでピッと押していくつですか、1個入れます、そうすると追加されて、はい、これでペイいきます、うん、あれ、ポールがセットなんだ、あ、そうです。バックのエリアに置いてなかった、うん、これでペイ、クラブカードをスキャンしていいですか、うん、せっかくなんでちょっと手間取ってますけど、携帯にクラブカードを入れてるんで、クラブカードアクセプテッド、はい、でカードで支払いしますということでカード、はい、そしたらもうこれであとはタッチ、うん、
これでお会計です。でもしレシートが必要だったらレシートイエスでプリントしてください、うん、そうするとレシートがプリントされます、はい、でもしバッグが ね必要だった場合はこのバッグを最初にもうここをスキャンして、うん、バッグのお金を払います。これ 何ペースぐらいだろう。10ペースかそこらかな、20ペースかな。最近買ってないですね、僕も全然買わないんで、うん、10ペースもしないかもしれないんですけれども、うんうん、このバッグを使ってって作業する、まあ、でも日本の方みんなね、うん、マイバッグ持ってると思うんでマイバッグでいいかと思うんで、バッあの場所によってはバッグいりますかっていうの聞かれますよね、うんうん、その場合にはバッグノーってしていただければいいかな、はい、これあのスーパーによってちょっとレジの内容が違いますけど基本操作は同じですんでね、はい、じゃあ外出ましょう。ええ、外行きましょう。みんなの思い出写真展、ストリートアートを見にブリックレーンに行かれたとのこと。ストリートアートは作者の思いやその時の時代背景を垣間見ることができて非常に面白いですよね。バンクシーの新作も登場したのでぜひまたお越しになってください。ちなみにこの通りのベーグルとホットチョコレートおすすめです。ハッシュタグサクトモガで X にご投稿ください。じゃあ戦利品これちょっと食べてみていい？はい。まあテスコのなんでねなんてさ思っちゃうんだけどでも基本的にこれ美味しいよね。うん、やっぱり美味しいちゃんと半分残しておいたから。あ、大丈夫甘いもの嫌い？それ大好きですよ、うんうん、ということで僕もマイバッグを持っているのでマイバッグに決まっていきたいと思います。まあ皆様のところどころこのねテスコ、セインズベリーズ、あとはマークス&スペンサー、ウェイトローズといった代表的なスーパーがロンドン中心地多くありますけれども、基本的にもうカードオンリーのレジばかりになってきてます、うん、でどうしてもキャッシュで払いたいっていう場合にはセルフチェックの機械の方はほとんどカードになっちゃってますよね今ね、はい、なので人がいるレジもあります、うん、そっちにね並んでいただけるとそちらでも会計できますんでね、別に躊躇しないでお買い物を楽しんでいただけるかと思います、はい。まあ、基本的にはね機械でやる場合にはカードのみ、今見たタッチ式の生産の仕方もありますけれども、私はタッチのカード持ってないわっていう方は差し込んで暗証番号を入れていただければ通常通り生産できますので、その辺も心配されないで大丈夫かと思います、はい。まあ、本当に現金のいらない社会ですね。そうですね、まあ、そんな感じで、今日は、スーパーのレジについてちょっとご案内させていただきました、チャンネル登録グッドボタンいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日ねちょっとこれで喉を潤して本当の喉を潤すまで僕はひたすら歩き続けるよさよなら